ヘルベルト・グレーネ・マイヤー。ヘルベルト・グレーネ・マイヤー。ヘルベルト・グラニメイヤー。本名、ヘルベルト・アーサー・ウィグレブ・クラマー・グラニメイヤー。1956年4月12日は、ドイツの歌手、作曲家、俳優。現在ドイツで最も人気のある歌手の一人であり、1984年以来発表したすべてのアルバムが、ドイツのヒットチャート1位を獲得している。 ドイツ語による楽曲が、ほとんどのため日本での歌手としての知名度は低いが、俳優として出演した映画、ユーボートでのベルナー賞医役で知られる。ヘルベルト・グレーネ・マイヤーは三人兄弟の末っ子として、ゲッティンゲンに生まれる。生後四ヶ月で、一家は、ボフムに引っ越し、そこで育つ。音楽好きな母方の親類の影響で8歳で、ピアノを習い始め、 学校でも合唱団に加わっていた。高校在学中に俳優である友人と共に、ボッフ,フムの劇場でピアノ演奏のアルバイトをして初めての稼ぎをた。その劇場ではコレペティトールとしても働き、18歳の時初めて曲を作る。そこで演技の才能も見出され、舞台に立つようになった。彼は演劇学校に通った経験はなかったが、 テレビドラマにも出演し始め、1977年には映画に初出演。翌年、未来の妻となる女優のアンナ・ヘンケルと知り合う。同年ジャズロックバンドのリードボーカルとして、初めてのレコードを発表した。1979年には出演した、テレビドラマで広く知られるようになる。同年、シュトットガルトの劇場で、ベニスの商人の音楽を担当。また初めてのソロアルバム、 グラニメイヤーを発表するが、酷評された。1981年には2枚目のアルバム、ザウーを発表するが、これも、工業的には、失敗に終わる。しかし同年、ボルフガング・ペーター前監督の映画、ユーボートに、出演、世界的な大ヒットとなり、俳優として注目された。翌年には、東西ドイツの合作映画、フリューリングス・センフォーニーで、ラスター・ヤキンスキーと共演。 ロベルト・シューマンを演じて俳優業は順調だった。しかし彼が最も力を入れていた音楽活動では不遇が続き、この間アルバムを2枚出すもコンサートには客が入らず止めが相次ぎ、1983年にはついにレコード会社との契約を打ち切られた。1984年 EMI と契約して再起を起し、アルバム 4630バルクムを発表。大ヒットとなり、79週にわたって、ドイツのアルバム売り上げチャート100位以内をキープした。当時マイケル・ジャクソンのスリラーが世界的大ヒットであったにもかかわらず、4630バルクムはその年、ドイツ国内で最も売れたアルバムとなった。そのアルバムの中のシングル曲、バルクムとマナーで、 流行歌手としての彼の地位は揺るぎないものとなった。ナオバルクムは彼が育ったボフフム4630とはその郵便番号当時である。1985年映画ベイターウントズナでブルーノ・ガンツ、ジュリー・クリスティ、バートランカスターと共演。今のところこの作品が俳優として最後の出演映画である。 1986年に発表したアルバムのシュプルーンがには、当時のヘルムート・コール政権を封死するような曲が収録されており、政治的立場の表明として注目された。同年半角を訴えるロックフェスティバルアンチ、ワンシンズフェスティバルに参加、2日間で10万人の聴衆を集めた。1988年にはアルバムを発表。初めて英語の曲を収録し、 初の海外ツアーとして、カナダツアーを行った。1989年、ベルリンの壁崩壊に合わせてアルバム、ラキサスを発表。1993年1月20日、すでに2時を設けていたアンナ・ヘンケルと結婚。同年アルバム、カオスを発表。これも、きっとチャート1位を獲得。ツアーには60万人を動員した。 1994年には、非英語圏のアーティストとして、初めて MTV の MTV アンプラグドに出演。1998年には、家族と共に、ロンドンに移住したが、音楽活動はドイツ語で続けた。同年アルバム、ブライブット・アレス・アンデルスを発表、4週間、足らずで、プラチナヒットとなった。ツアーには35万人を動員。しかしこの年11月に、 兄と妻が相次いで死去し、ショックのあまり1年間の音楽活動休止に追い込まれた。2000年のハノーファー万博に合わせてオーケストラ用の曲を発表。万博自体は工業的に大失敗に終わった。2002年アルバムメンシショ発表。大ヒットとなり、同名のシングル曲でも初めてヒットチャート1位を獲得した。 その年に始めたツアーは2003年7月に終了する予定だったが、動員150万人を記録、さらに2005年1月まで延長された。このツアーの様子を収めた DVD もその年の売り上げ1位を記録。2006年の 2006FIFA ワールドカップ、ドイツ大会に合わせてシングル、サイト、ダスジッシュワスドレイトを発表。 この曲はマリ共和国の歌手との合作だった。6月9日のミュンヘンアリアンツ・アレナにおける開会式でも全世界が注目する中この曲をライブで披露した。この曲も大ヒットとなり、彼にとって2度目のヒットチャート1位となったが、地元ドイツ代表はこの大会3位に終わった。彼は自身が大のサッカー好きでもあり、この年10月、VFL ボフムに加入契約し、 会員番号4630を得た。これは1984年の彼の大ヒットアルバムにかけた写楽である。バルクムはこのチームの応援歌にもなっている。2007年にはアルバム12を発表。シングル曲リード 1STCK、ボムヒメルは彼に3度目のヒットチャート1位をもたらしている。 グレーネマイヤーは社会問題に関心が深く、1985年にはバンドエイドに習ってドイツのアーティストに呼びかけてバンド FR アフリカを結成、収益金をアフリカ支援に募金した。2005年にはボブ・ゲルドフの呼びかけに応じてドイツ国内で貧困対策キャンペーンを展開している。アルバムのみ楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。